はい、前外使ってセンター、そう外使ってセンター、 OK、 外使うセンター、もうちょい目線が上がってると、もうちょい真ん中外 OK、 いいね、外真ん中 OK、 端寄ってろ、真ん中外真ん中、センターが取れてねえな、ここ、はい戻せー、戻すの遅いよー、真ん前戻ってくの遅い、ずっと角立ってるぞ、それじゃあ真ん中目線下げない、レイネ目線真ん中外使って真ん中、外使って真ん中、ちょっと回しすぎだ、あー真ん中に戻ってねえな、これほら、じゃないと真ん中、真ん中、光る真横向くな、横向かない、外真ん中、外真ん中、真横、外真ん中、お尻の位置もうちょい前だ、みんな分かった？はい、真ん中、真ん中、真ん中、いいね、ココナできるようになってきたね、真ん中 OK、 はいココナ OK、 真ん中、そうだ真ん中、センター、真ん中、リホ目線下げない、センターに戻ってから、そうセンターに戻る、外使って真ん中、カノンこれうまいんだよな、そうちゃんとセンター戻れてる、エレネ212、飛行機をしっかり大事に、なんでお尻打ちが入れちゃうんだよ、うん、OK、 レイネ見てろ、こういう感じ、ここにこうやって出てこないとダメ、ここ回す、前半ね回すっていうかやめて、ある行き過ぎだって、行き過ぎ、
ああ、見失った。なんでお尻打ちが入れちゃうんだよ。ダメ。これ見てごらん、こうお尻の位置できてる人はどうなってるか。なんで隙をずらす？ミーナね、曲がりすぎなの。いやいやいや、エコー機がない。さあ、どこから出てくる？鶴巻カノン出てきた。エコー機、オーケーね。上じゃないよ、カノン。はい、ちょっと待ってね。ほら、ほら、内側入ってる。はい、みんな OK。結局右外側の後に頭がだいぶ内側に入ってきちゃってるってことは、やっぱり外を使う前にやっぱ内を先使っちゃってるんだよね。だからそこやっぱ頭が内側入ってこないようにちょっと注意してやってごらん。 OK、はい、はい、でスタンスもうちょっと落ち着かせて、はい、いい、はい、ここな、間もなく OK。 しっかり移行機の真ん中をしっかり作った後外だよ。はいよ。いやー、ここな、これじゃダメだ。昨日一生懸命やったのはどうなっちゃったんだよ。はい、レイネ、ちょっと待ってて。いや、移行機がない、これは。山回りが長くなってる。足元からすべて動かす、ね、足元から動かして真ん中を作るっていうのを、その分をしっかり意識してごらん。 OK、 もう一回。はい、まあいい。いいか、ターンの中盤から後半にかけての移行期の部分しっかり意識してやってごらん。はい、ちょっと待ってね、ビデオ撮ってるよ。はい、オッケー。うん、うん、やるよ。うん、どういう方向で真ん中作ってった？え、そのなんかちゃんと作れるように。はい、タマちゃん、ちょっと待ってね。やばい、これは入りすぎだ。
レイね、今のだとやっぱり目線が下がっちゃって非常に腰が開いてる。左返す。ビデオ見てく？見てた方がいいよお前。はい、一回どういう風に変わってるか。はい、たまちゃん OK。 まで山回りって言ってターンの後半のターンが長くなっちゃうことになるんだよね。だからやっぱそれだと次のターンのきっかけ作りづらくなっちゃうんだよ。だからやっぱりあそこじゃなくて、さっきさ低速でやってる時にすごいうまくいったんだから、しっかり移行期の部分、はいちょっと待ってね、移行期の部分をしっかり大事にしていい、移行期をしっかり出すように意識ね。いいよ、はい次 OK。 狭いな。車内です、お願いします。はいちょっと待ってね。非常にしづらいスタンスだよあれは。もうちょっとスタンス肩幅で両足使う気持ちでいってごらん。 OK、 いいよ。まあさっきよりは近い、行きます。はい光 OK。 いいターンの中盤から後半移行期の部分をしっかり大事にしてセンターポジション。いや入りすぎだなこれちょっと。カノンごめん、ちょっと待ってて。はい、リホいいよ。はい、ちょっと待ってね。上じゃない。確かに真ん中は作れてきてるけれども、それで待ってろ。はいで、はいよー。なの？うん。じゃあそこもう一回意識してやってきて。ビデオ見る前に行ってきて。これです。お願いします。うん、いいよ。はい、ここなー。ここないか。ストック持っててもエクササイズと同じ意識でやるんだぞ。いいね。はい、その外スキーを使った時にね、やっぱりこう内側が低くなってきちゃってんだよね。っていうことはやっぱりどういうこと？うん、入っちゃってんだよね。だからそこしっかり意識してやってごらん。いいよ。
ちゃんです。はい、タマちゃんいいよ。お願いします。はい、ちょっと待ってね。でも真ん中すごいセンター作れるようになってるわ、レント。よし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 。はい、光る、良くなってきてるぞ。で、さっきの構え、あとは移行機の作り方ね、その辺しっかり意識して、かなり良くなってるよ。で、スキーずらすね、絶対。はいよ。はい、よー、もう一回。ちょっと待って、もう一本ビデオ撮りたいからちょっと待ってね。いいね。はい、リホ。移行機の部分すごく出てきてます。センター部分ね、センターポジション取れるようになってきてるから、後ろにならないように、いい、切り替えて立ち上がった時に後ろにならないように注意してごらん。はい、ちょっと待って。はい、いいよ。これはダメだ。ココナです、お願いします。ココナ待ってて。いやー、うちが入れてくるな。ほーれ、ダメ。はい、ココナ、オッケー、待ってて。はい、ちょっと待って。いやー、ダメだ、やめる方向が良くない。ほら、スパンってなってるでしょ。
はい、前 OK。 ナイスン、お願いします。はい、マナイオッケー。おい、内側入れる癖やめろ。あーでも良くなってる、みんなすごい良くなってる。はい、ここないよ。人がいっぱい。やり直せ。次前行きます。お願いします。はい、ちょっと待ってね。真ん中、なんでお尻内側入れる。少し外に向けるぐらいの気持ちでやってみ。右だけね、左はそのままでいい。はい、光る。かなり乗れるようになってきてるよ。その調子だぞ。はい、オッケー。はい、そうだ、まあいいよ、オッケーね。はい、レント、レント、あのスタンスしっかり落ち着かして、スタンス一定だよ。肩幅でしっかりキープで、センターポジションすごく取れるようになってきてるからね。外真ん中、外真ん中をしっかり繰り返して、メリハリのある滑りでいこう。はい、オッケー。うん、すごい真ん中作れるようになったでしょ、うん、頭からいかなくなったでしょ。 X 脚もね、その辺意識して。はい、ラスト、うん、真ん中、うん、そうだ、マナエです、お願いします。マナエ、ちょっと待って。真ん中使って外、どう、リホ、うん、昨日あたりのビデオの方が良かったな。真ん中作って、はい、オッケー。足の角付けもしっかり意識してやってごらん、はい、オッケー。前半、うん、すごい良くなってるよ。も結構良かったけど、これさ、この膝さ、これさ。はい、レイネ、ちょっと待ってね。もう両方一緒に動かない。カザーの、カザーかな、カザーのビデオの時もカザーも良かったよ。あ、良くなってんなと思って見てたけど、そこも意識しないと。はい、オッケー、分かった。レイネがちょっと頑固でだいぶ頑張ってんだけど。マナエ、どう、頼んです、お願いします。
はい、カノン、いいよ。トミック、ポック。ポックはトミック。お、ちょっと良くなってるか。真ん中から外、真ん中から外、真ん中から外、